皆さんこんにちは、ポカです。今回はですね、10周年記念のツムフェスティバルミニスキル1使っていきたいと思います。で、今回の動画ではね、フェスティバルミニ使ってみた感想をね、ちょっと喋っていきたいなと思います。まずスキルですね。スキルは少しの間2種類だけになって、効果時間中はね、ツムが100個になって、でミニを繋いだ時だけ周りのツムも消すよということで、はい、見てもらったと分かる通り、もう30周期とかね、40周期とかが簡単に出ちゃうみたいなスキルですね。まあイアンの上位互換みたいなスキルですね。これマジで上手い人が使ったら多分めちゃめちゃ稼げると思います。僕ね、めちゃくちゃちょっと扱えなくて、はい、しょぼい結果になってるんですけども、多分練習したらね、めちゃめちゃ強くなるツムだと思います。三元日とどっち優先したらいいのってね、コメントがあると思うんですけども、それはもちろん三元日ですね。それとこのツムめちゃめちゃむずいので、初心者の人には本当にね、不向きなツムだと思います。あとね、ちょっとタイムボム狙ってみようと思ったんだけど、もうツムがちっちゃすぎてタイムボム狙えないの。本当にタッチペンとかないとね、なんか狙えなそうな感じでしたね。ということでね、皆さんもね、使ってみた感想とかね、よかったらコメント欄に書いていってください。それとね、今日中に今回のね、10周年イベントのまとめ動画ね、作るので、よかったらチャンネル登録して待っててください。ということで、最後まで見たい方はね、続きご覧ください。